はい、明洞にやってまいりました。はい、もう不思議な感じですね。僕もわかるし何を喋ってるかもわかるし、書いてある言葉もわかるっていう。でもまあだいぶお店が変わってきましたね。お店が変わったのも昔なかったものばっかりです。ユニクロなくなったんだね、あそこね。アディダスになってる。これはニュージーンズの歌が流れてました。ブルー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 ブルでちょっと良くなりましたけど、ああグラスタワーね、はいはいはい、サムソン駅ですね、サムソン駅です。ここあパーカイアットがある。コーエックスも随分変わったな、すごい。あこのね折りたたみ式携帯のコマーシャルがすごい、これギャラクシーですよね。めちゃくちゃたくさんテレビ見てても出てくる。パリオセヨって言ってる。パリオセヨって言うの。早く来なさいですよ。早く来なさいって警察が言うの。渡るときに。ああまあ確かに時間が短いね。20秒。パリオセヨパリオセヨ。パリオセヨ。本当だ、早くしないともう、もう5秒、4秒、3秒。寿司だ。蝶番。全然もう店が全く違いますね。自分が知ってるとこじゃない、もう、オンチャだ。これは日本にもありますね、オンチャはね。ダイバー。オーディバー、オリブヤングですね。オリブヤング、こうあーここか。いやーもう店が違いすぎて、記憶が、ああここか、あの有名なとこですね、はい、図書館、図書館ですね。うん、すごい本がいっぱいある。すごいでかい。見えますか、ね、あれ本物なの、上のやつ偽物、え本物なのこれ、絵なの。近くに来てもよくわからない。写真撮ってる人たちがいっぱいいるけど、あ、本当の本なんだ。本物ですね。
クマモンがいる。キャンプ中、これはもうアメリカ行くときとか、あと韓国空港にも多分インチョンとかにもよく行く、いつも行く、はい、やつですけど、お腹が良くないので行きません今日は。図書館、ニュー図書館なにこれ、ああこれで借りれんだ、初めて見た図書館。確かに韓国の試験でね、この図書館のなんか動ける図書館とか出てくるんだよね。あやっぱ変わった、こんなんじゃなかった、こんなんなかった。何これ初めて見る。歩いた道が違う。でも日本語も聞こえるし結構。でもなんか建設中だ。あそこね、バスケするんだよ。舗装されてる、綺麗に。あの建物、最初が1級なんですよ。1級が確かあの建物で、2級、3級は別の建物だったんですよね。すごく、なんか申し込み者が増えて、いろんなとこって言って、ただコロナ禍で減っただろうから、どうなったんだろう。はいはいはい。あったね、ここ。正門だよね、これね。わあ、あの頃の人たちは一体何をしてるんだろう今。スクーターとか自転車がこの校舎内を行き来できるようになってる。確かに広い。教室の次によく来たところ。ここですね。この建物です。出して昔と変わらずなのか、変わってるかな。ここここ、そうそうそう、あそうそうそう、あ懐かしい、そうそうそう、ここ銀行あった。ここでもよかったかな。ここが本屋だった。あ、あった。インスト。めっちゃおしゃれになってる。めっちゃ大学おしゃれになってる。そう、ここ、ここ、ここでよく買ったよ。来た来た。これは手がかかった。トイックの本がここいっぱいあるんですよ。プレゼンテーションとか、リフトン。